皆様こんにちは、山本秀美です。今日はルンバの基本、ルンバウォークであったり、カラジアであったりっていうものを紹介していきたいと思います。頑張りましょう。え基本的な動きをやる前に、基本の、その前の基本、私がよくやる運動なんですけれども、これを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。 まずは正しい方向に筋肉が動かないときれいなウンパウォークであったりっていうのは難しいのでそれをこの基本の練習で覚えていっていただけたらなと思いますはいでは皆さん足を肩幅に開いてくださいそれで指先をピンと伸ばして肩の高さまで 横、少しだけ前ぐらいに手を置いてください。その時に手が緩んだり、指先が緩んだりしないように、頭の先、指先、足先まで神経が行き届いているように。はい。それではまずは、右、センターは絶対にぶらさずに、右の骨盤を、右の足を踏みに行くと思ってください。その時に骨盤を動かそうって思うと筋肉っていうのが歪んでくるので、床を踏もう。 私は床を踏むっていうことをすごく大事にしています。床を踏むことによってヒップムーブメントであったりボディムーブメントっていうのが生まれると思ってます。だから筋肉でこう動かさないようにお願いします。はい、では行きます。右足を踏みます。そしたらその時に右の手、手の根元、肩甲骨から手をぐーっとねじります。手のひらが上に行きます。 そうすると体がぐーっとねじれます。臓器絞りのようになります。はい、そしたら左を踏んだら、左の手の根元をぐーっと手のひらを上に、反対の手は手のひらが次下になります。こういう感じで入れ替わります。そしたら、しっかりと床を踏む、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  後ろからも見ていただきます。足を開いて指先をピンと伸ばして、右足を踏む。そうしたときに肩甲骨から手の根元から手のひらじゃなくてね、手の根元からねじる。ふっ。グッ。グッ。右。左。右。 左。注意するときはその手に、その時に手が開いたりしないように、肩より少し前あたりで。右。左。右。左。はい。そこからどんどん展開していきます。はい。右踏みました。左踏みました。次。その体のまま肘を曲げてください。右。 左、右、その時に肘を床に押し込むような感覚で肘を曲げる。左、右、左。後ろからも行きます。まずは手のひら。次に肘を曲げて、右、肘を下に、左、右、左。 右、左。はい、では、次の展開。はい、右、左、次。右、肘を床に入れてください。さっき言いましたよね。それを次、肘をぐーっと下に下ろしながら。自分のお腹の方に入れ込んでください。重みを持って。軽く来ないように。重みを持って、お腹の中に入れに来てください。 左、右、左、そうすると手は肘から上がって、くるっと肩甲骨がねじれて、肘から降りてくる。肘から行って、くるっとひっくり返って、肘からお腹に入ってくる。肘から上がって行って、ひっくり返って、肘からお腹に。 これ帰ってくる,こてくるところ一つ後ろにやってしまうと体が抜けてしまったりしますしっかりとお腹に行かすいつも自分の肘と肋骨ここがコンタクトをとっているようにここが抜けてしまうと全部体が抜けてしまって体幹が使えなくなります肋骨と肘をコンタクト取るこれは男性の手をとっててもいつもコンタクトをとるのは肘と肋骨の部分。なんでそこを意識しながら ゆっくりと入れ込んでください。はい、後ろから見ていきますね。はい、ここまで来ました。では、滑らかに肘をお腹の中に入れます。はい。ひっくり返して、肘をお腹の中に入れます。そうすると、肘は、手は肘から上がって、肩甲骨がひっくり返って、肘から降りる。肘から行って、肩甲骨がひっくり返って、肘から降りる。 右、左、その時に大切なのは肩甲骨、体の中心からアームを動かすということ。ラテンダンスは自分の末端、手だったり足だったり頭の先っていうのを自分の手の、縦を動かしたければ手の根元、肩甲骨で,骨であったり肋骨であったりっていうものを動かします。足を動かしたい時っていうのはこの末端を動かすために自分の足の根元、 骨盤であったりというものを内ももであったりというものを動かしていきます。首を動かしたいときじゃどうする？首ではなくって首の根元、点点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 ちょうど胸のアンダーたりですね。ここをグッと押して押してみてください皆さん。そうすると首がカクンとります。はいここを出してやると首がウォン。首を回したければここを回します。 間違ってもこう首だけど運動にならないようにその時に首は力を抜いてでは皆さん手の動かし方右踏んだ時覚えましたねお腹に入れる肘から行って肘から下ろすあくまでもこれは基本動作ですはい次の展開それでは左足踏みましたはい次左のかかとを上げてくださいはい かがとを上げる。はい、次。右の肘が落ちてきました。右のかがとを上げる。はい、次。左。右。左。上腕は先と同じ動きを繰り返します。そして気をつけることは、体重をすぐに 右に乗せ込むのではなく、この送り足を使って、ここに、だから私は体重は左足に今乗ってます。左、左、左、右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 、左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 、右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 、はい、肩甲骨ねじって、左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 、 右右右右もう一つ気をつけることこのかがとが上がったら正面に向かって自分のかがとを向けます間違ってもこのまま行かないようにかがとを前に下半もねじりますかがと上げる左左左右右右,右左 左、左、左。そしたら骨盤がねじれるとこのかがとは自然と。次、内に入ります。そのままかがとを下ろしてから、次右のかがとが上がります。そしたら骨盤がねじれつつ次。内に入れます。そたまに、あの、奥からじゃっていう時に気づいたら足の。方向がこうなってしまっている。 こととがあると思うんですそういう時は足の根元がねじれてないからなのでここもすごく重要ポイントです。<ー>その後にちゃんとねじれてからかかとを下ろす。で、このねじれがないとどうしても気づいたら足が内向いてたっていうことになりますので気をつけてください。はい、では後ろも行きます。はい、上腕の使い方ははい、上まで行ったら 肩甲骨をねじる。はい、右足で床を押す。そうすると、右のかかとが上がってきます。右、右、右。はい、体重は、今左、左。左、左、左。右、右、右、左。左、左、左。右、右のかかとを上げたら、かかとを前に。 左、左、左、はい骨盤がローテーションを起こしたら、かがとを下ろして、右足に体重を乗せながら、間違っても、行って、2円じゃなくて、こちらの方に体重を残しておきます。右足に体重が乗ってる。左足に体重が乗ってる。 右足左から止まえ肘は天井ひっくり返って肘は下はいトーンはい体重を残す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 中間バランスで立ってください。 指先を後ろの指先を守ってこの2を使ってムーブメント全身と一緒ですよねその時に足がゆっくり内ももをしっかり締めて足が横に通ってきます。